山本キッド氏の死について各方面からご意見をいただいております。中には死者の尊厳を脅かすような試合にも負け病気にも負けたというような悲しい言葉も入っております。なんでこんな悲しい言葉が死者に鞭打つような形で出るんでしょう。いくらネット社会とはいえ、顔が見えないとはいえ、何でもかんでも言っていいとは言えません。この男はなんでこんな厳しいことを発するのか、私は信じられません。私の世代から少し外れますが、山本キッド氏は時代のヒーローでした。正義の味方でもありヒーロー、何をやっても素晴らしい、試合は勝つ、何やってもとにかく、私もそうですが、あのスーパーマンのキッドが死んだ？嘘だろ？なんでそんなことがあるんだよと目を疑いました。彼は絶対の正義の味方、死ぬことなんかありえないことです。その彼が41歳の若さで死んだ、これもまた我々ファンも含めてありえないことが起きたと思っております。どうしてこんなことがあるのか、我慢できないぞ。書き込みしたやつ、自分の顔が出てないからと安心してる場合じゃねえぞ。いつかな、そんなことしてたら天に唾するように自分にかかってくるぞ。よーく考えてみろ。そんな顔隠して人のことをボロクソに言って、ただで済むわけがねえだろうよ。そう思わねえか？キッド、ゆっくり休んで、ゆっくり休養しろ。お前今まで働きすぎたんだ。まとまった夏休みが来たと思ってゆっくりしろ。俺がお前に送る言葉はこんなことしかねえよ。キッド。